皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。こんにちは。ちょっとした告知ですけども、今週末開催される CP プラス2021オンラインにてですね、サイトロンジャパンブースでセミナーをやらせていただくことになりました。私の出番はですね、2月28日日曜日の17時、5時からですね、そこから30分、収録が20分、ライブ配信10分みたいな感じでやりたいと思います。でそのライブ配信の時に皆さんからまあご質問を受け付けするような感じですね。時間が短いんで全部答えられないかもしれないですけどね、答えられなかったらまた私のチャンネルのライブ配信でお答えしたいと思っています。内容はですね、ここにあるレンズ、はい、ラオアっていうレンズメーカーがあって、これサイトロンさんでお取り扱いされているんですけども、ラオアのレンズを使った、都市整形タイムラプスっていうところでセミナーをやります。こんな写真とか、こんな写真とか、つい最近やった比較名合成の、テクニックを使って、撮影するっていうような内容がメインになりますので、このチャンネルで勉強したことがそのまま延長線上で聞けるセミナーになってますので、ぜひね、遊びに来てください。で今日のお題なんですけど、今日はタイムラプスチップスですね。タイムラプスの教科書、私の本ですね、これの30ページに書いてあることなんですけども、ワンポイントっていうところがあって、メーカーによって変わる撮影感覚の定義ということで、タイムラプスで使う撮影感覚ですね、そのシャッターを何秒おきに切っていくかというその感覚が、シャッタースピードを含むか含まないかでメーカーによって変わってくると。でこの本にはですね、ニコンとパナソニックはシャッタースピードを含むと、だ常にその、撮影感覚一定だよということで、他のメーカーは撮影感覚が、シャッタースピードを含まないので、シャッタースピードが長くなればなるほど撮影感覚も長くなっていくというような、まあそういう話のことが書いてあるんですけども、これですね、タイムラプス業界では定説だったはずなんですけど、古いみたいなんですよ。なので今日の動画でね、その情報を更新したいと思います。それでは行ってみましょう。きっかけはですね、視聴者さんから寄せられたコメントでございました。そのコメントがですね、私が知っていることと違う情報だったので試してみたら、あれ自分が違うっていうことが気づいたんですよ。まあこの本に載ってることが違うってことですね。で、せっかくなんで自分の持ってるカメラ全機種で調べてみたら、やっぱちょっとね、一部違うんだっていう、情報が古いんだっていうことに気づかされました。先に結論を言うとですね、そのカメラ内インターバル撮タイマーを使わないで、まあ、こういうですね、タイマー付きリモコンを使うか、もしくはこれですね、これ初めて見せるな、 LR タイマラスプロタイマー3っていうインターバルメーターってやつなんですけど、まあ、これは滑らかにそのインターバル感覚を調整してくれるっていうやつなんですけどね、まあ、こういう機材を使えばこう一定の撮影感覚を保ってですね、撮影することができるんで、これ使えばいいじゃんっていう話なんですけど、まあ、せっかくなんでカメラの中のインターバル撮影機能がどういうものなのかっていうのをまあ整理したいと思います。でまずこのインターバル撮影の違いなんですけど、シャッタースピードを含むっていう、タイプ、まあ本ではニコンパナソニックって書いてましたけども、例えばシャッタースピードを5秒に設定しました。で撮影間隔を10秒に設定します。シャッタースピードを含むタイプのカメラっていうのはインターバルタイムは5秒になります。間違ってもシャッタースピード5秒にプラス10秒の合計15秒ではないということですね。なので5秒シャッター切ったら5秒後にシャッターがまた次の撮影が始まりますよというような感じなんですね。まあ、試しにやってみると、これニコンのカメラです。はい、まあ、今の設定やってみましょうか。シャッタースピード5秒にして、でインターバル撮影を10秒にすると、そうすると
うん、こういうことですね。はい、こういうことになります。はい。で、シャッタースピードを含まない機種っていうのはですね、シャッタースピードを5秒にして、撮影間隔を10秒に設定したら15秒かかるってことですね。はい。で、これオリンパスのカメラなんですけど、これでちょっと試してみますね。うん、こういうことですね。はい。で、これ何が違うかというとですね、例えば、ホーリーグレール撮影ですね。昼間から星空まで、その撮影するような撮影の場合って、マニュアルでやる場合は、ちょっとずつシャッタースピードをこう遅くしていくとか、速くしていくっていうのが、そういう作業が必要になってくるんですよ。で、それをやった場合に、撮影間隔が常に固定されている、まあ今のオリンパス用の機種だと、シャッタースピードを5秒にしても2秒にしても1秒にしてもシャッターとシャッターの間隔が10秒をキープされるので、要はシャッタースピードによってインターバルタイムがどん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 長くなったり短くなったりしちゃうんですよ。これは長時間撮影向けじゃないってことですね。露出が変わらない昼間とか星空とかそういうところでシャッターを切っていくにはいいけど、ホーリーグレール撮影みたいに露出がどんどん変わっていくようなタイプの撮影では向かないということなんですね。で、反対にこっちのさっき今ニコンで見せたようなですね、シャッタースピードがインターバルタイムに含まれるものに関しては常に、間隔が10秒をキープされます。シャッタースピードを2秒にしたら8秒後にシャッターが切れる、6秒に設定したら4秒後にシャッターが切れるっていう感じですね。常に10秒10秒で行ってくれるので間隔は変わりません。なのでこれは長時間撮影向きのインターバルタイマーが備わっているということになります。で、やっぱり、ね、このインターバル間隔がちょいちょい変わると結構ねかっこ悪いんですよ。だからずっと一定で切り続けたい、もしくは滑らかに変わって切りたいっていうのが、このホーリーグレール撮影のポイントではあるんですよね。ただこのオリンパスみたいな機種に関してもこういう外部レリーズを使えばシャッタースピードを5秒にしてこう10秒おきにこっちでレリーズのトリガーを送るっていうことができるので、同じような操作ができるんですね。カメラ内インターバルを使わなくても、はい。で、このシャッタースピードとそれから、撮影間隔の仕組みっていうのをカメラがどういうふうに考えているのかっていうのを理解しておかないと、シャッターが切られてなかったりとか、もしくは自分が思ってたよりもずっと長い時間撮影にかかっちゃったとか、撮りたかった枚数が撮れなかったっていうことになっちゃうのが結構大事なんですよね。はい、タイムラプスの教科書では撮影間隔の中にシャッタースピードを含まないというふうに言っていた富士フィルムが実はね含むっていうことが分かりました。で、実際やってみると、シャッタースピードを5秒にして撮影間隔10秒でやってみると、はい、5秒で、この5秒後にまたシャッターが切れればいいんですよね。はい、という感じで、ね、シャッタースピードを含む設定であることが分かりました。で、私ね、富士フィルム散々使ってたくせになんで気づかなかったかっていうと、これね、例えば、まあ、シャッタースピード今5秒じゃないですか。撮影間隔1秒にすると、そうすると1秒後にちゃんと切れるんですよね。メーカーさんに確認したら撮影間隔の中にシャッタースピードを含む機種だそうです。じゃあなんでそれができたかって、誤動作が起きなかったかっていうと、今みたいにシャッタースピードよりも撮影間隔がこう短い場合はそのトリガーを無視してやるんですって、っていうのがあるらしくて気づかなかったと。ただ富士フィルムはカメラ内のインターバルタイマーを使うと途中で露出の設定とか変えられないので、やっぱり、ね、こっちでやった方がいいんですよ。はい、レリーズ使った方がいいんですよ。うん、まあ、というわけなんですが、で、私ソニーも持ってます。これ α7R3 なんですよね。やってみたら、はい、インターバルタイム撮影いきますよ。まずシャッタースピードが5秒ですね。で、この後10秒後に切れるのか5秒後に切れるのかどっちだっていう話です。あ、5秒後なんですね。だからソニーも
インターバル撮影の撮影間隔にシャッタースピードを含む機種っていうことが分かりました。ですのでこのタイムラプスの教科書の30ページに書いてあることは古いと間違えていくことになります。撮影間隔の中にシャッタースピードを含みますよと、一定のインターバルタイムを刻んで長時間向きの撮影ができますよっていう、まあ、そういう機種はニコンとパナソニックだけって書いてあるんですけど、そこに富士フイルムとソニーも加わるっていう実験結果になりました。ただ富士フィルムはカメラ内インターバルタイマーの機能を使うと、露出の変更とかできませんと。ソニーは露出の変更ができましたということで、まあ、カメラ内インターバル撮影を使ってもマニュアルホーリーグレールができるっていうことですね。はい、ということになりましたので、ここにの30ページに書いてある情報を更新していただければと思います。誠に申し訳ございません。やっぱダメですね、人間ずっとその同じ情報がずっと続いてると思っちゃうの良くないですね。もう深く反省しました。マニュアルホーリーグレールやる場合は、こういうですね、外部レリース使うといいんだよっていうのが根本的にあるんですけども、一応まあ私の本に書いてあることがねちょっと違うっていうのが分かったので、まあ真っ先に報告したいなと思って、今日は動画にしてみました。はい、ちょっと分かりづらかったかもしれませんが、今日はここまでになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、どうもどうも。